皆さんクリスマスおめでとうございます。ちょっと最初から噛んじゃったんですけれども お元気でいらっしゃいましたか？コロナが始まってなかなかこうやって皆さんにお目にかかることができずに、でもこうやってクリスマスを皆さんと過ごすことができるっていうのは本当にとても嬉しいです。考えてみると、私はクリスマスのコンサートっていうのはマドリッドでオーケストラととかやったことあるんですけど、空は初めてなんですね。なので今日は本当に楽しみにして来ました。で、今朝早速姪っ子がベトナムのホーチミンに住んでるんですけれども、サンタさん来るかな、プレゼント何が欲しいかって聞いたら、女の子なんですね、7歳と10歳の。私がちっちゃい頃なんかお人形とかぬいぐるみとかだったのに、なんか工具セットとか言われちゃって、大工さんセットなんですか？なんかこの頃って本当ジェンダーレスが進んでるんだなってすごく思いました。このね、いろんな宗教の方がいらっしゃると思うんですけれども、安息日っていうこういうの期間に皆さんが仕事休んで大切な人と一緒に過ごすっていうのはとても意味があることというふうに言われていて、皆さんどうしてか考えたことありますか？キリスト様が生まれたっていうだけではなくって、毎日私たちは大好きな人とか大切な家族と一緒に幸せに生活をするために、これもやんなきゃ、これも頑張んなきゃ、仕事も頑張んなきゃって言って、毎日毎日一生懸命生きてるじゃないですか。でもそれを毎日毎日やっていると、どんどんこう、その焦りだとかね、そういう緊張の連続で、気がついてみたら1年あっという間に経っていた、大切な人とゆっくり過ごす時間がなかったななんて方もおられると、私はそうなんですけども、でもね、一日とか一週間とか休んでも神様はきちんと皆さんのこと見てられて、この世界はちゃんと回っていくって神様がやってくださるっていうことが分かるので、こう皆さんゆっくり過ごして、そういう感謝と生きているっていうことをってこう楽しむ時間がこの期間だそうなので、ぜひ今年は皆さんゆっくりリラックスしてこの年末をお過ごしいただけたらなと思います。それでは今日はですね、コンサートでプレコンサートということをやろうというふうに考えました。それで演奏を始める前に、私が、1ヶ月ぐらい前にイタリアに行ってきたんですが、そのイタリアの写真を、スマホで撮ったのでいまいちなんですけれども、見ていただきながらコンサートを始めたいと思います。で、もうすでに早い、ありがとうございます。そこにスライド係が、いや、なんでそれを見ていただこうと思ったかと言いますと、私今日弾く曲目をコロナのこの騒ぎが始まって、紐解き始めたんですけどもね、ピアノの上にこう楽譜を置いて初見すると、イタリアに住んでたこともあって、こういうイタリアのいろんな風景がピアノの周りにポッとこうね浮かび上がるんです。マッチ売りの少女ってあるじゃないですか。でポッとこうすると、ふわっとこう優しいおばあちゃんが出てくるとかね、あれ本当にあるんだと思うんですよ。私ポーッとこういろんなものが浮かんできて、とても寂しかったんですけど、もう本当に遠くなっちゃったイタリアとかお友達とかが近くにいてくれるような気持ちになって、もう夢中になって弾いていたので、今日はちょっとそうこう風景をね見ていただきながら、曲だとかイタリアとかいろんなことを身近に感じながら演奏を聴いていただければと思ってなのです。で、これは有名なサンマルコ広場で、でも以前よりやっぱりお客さん観光客少ないですよね。ちょっと静かなベネチアでした。で、なんでベネチアに行ったかというとですね、私ベネチア地方っていうのはビチェンザという町に住んでいて、お友達に会いに行ったんです。次のスライドお願い、あ、写真お願いします。そう、これが私のお友達で、エンリケって言うんですけれども、要するに王子様でですね、ちっちゃい頃はルビンシュタインにピアノを習っていたって、アルトゥーロ・ルビンシュタインが宮殿にいつも遊びに来てピアノを習っていたっていうので、この曲やってるんだよとか言うと、これはルビンシュタインはこうやって弾けと言っていたとかいうのね、全部教えてくれる。大体私たち結構ね、やきもち焼きなので、この秘密は誰にも教えないみたいなのがあるんですけど、彼はそういうことが全然ない人でね、なぜか
私のために着物を着て迎えてきてくれました。でその裏と表がわからないって言うんですよ。それであの裏側に鶴のね綺麗なね当て布があったので、これはでも裏だよ、だってこの門がね見えないとダメなんじゃないって言ったら、なんかそうかとか言いながら、まあ、下はねジーンズみたいなパジャマみたいな格好なんですけど、そうすごくいい人で、でここはあのモチェニーゴっていう宮殿なんです。あのベネチアの総督がも住んでいたという、あのとバイロン教もね住んでいたりして、次 の, あの写真お願いしていいですか。でそういうあの、まあ、カナルグランデって大きなカナル の, あの、まあ、周りには今でもそういう、まあ、貴族の住んでる宮殿もホテルになってるのもあるんですけど、そういうのがそういう宮殿はね、あの正面玄関っていうのは船なんですね。なのでこれが正面玄関なんです。で次の写真でカナルグランデ、これがそう皆さん懐かしいと思われる方もおられるかと思うんですが、そうこういう風景をですね、あの、まあ、見れるんですね。でバイロン教はちょっとビッコって言っちゃいけないんですかねらしいので、毎朝ここからドボンとこう2階から飛び降りてリドの、あのビーチまで往復をしていたというすごいスポーツマンだったんだなというところが、でちょっとあの水の色も前よりは綺麗になっているような気はしました。それではあのベネチアの船歌という曲があるので、ちょっとこれを見ながらそれを聴いていただきたいと思います。ではその後はじゃあ次はローマの写真を見ていただこうと思います。次の写真お願いします。ローマに行ったことがある人手を挙げてみてください。
わ、すごい。ほとんどみんな行ったことがあるじゃないですか。これは本当？すごいですね。えとか言うこともないんですけど、それは嬉しいです。じゃあ皆さんこれご存知ですね。これコロッセオ。そう、わあすごいな。なんで、なん、まあいいですね。ここで、ここで、そう、じゃ、うん、ちょっと予想外の展開になってきたので、そうね、あの、じゃあそうそうですね、それでですね、この曲をこの、あの、どうしてこのイタリア音楽への旅が始まったかというとですね、私がもう本当にまだ20代の初めぐらいから応援してくださってるカルロさんという方がいて、会いに行ったんですけども、次の写真、あ、これカルロさんね、あのローマ の、 あのデザイン、グラフィックデザイナーなんですけど、フェラーリとか、なんか結構そのブルガリとか、そういろんなところね、あのデザインを提供してる、すごい、でもね、イタリア人なんですけど、すっごく無口でね、あなた本当にローマっ子なのっていう感じなんですけど、でもとてもいい人で、コロナでもちょっとヨーロッパ帰れないなって言ってたら、あの、そんな沈まないでって、とても綺麗なね、レスピーギのノクターンっていう曲があってね、これちょっと弾いてみてほしいんだって言われて、あって言って、あの楽譜を見つけて弾いてみたらとても綺麗だったということが、ことの始まりなんですが、それがこのカルロさん、すごい元気で一緒にローマのトラトリアでスパゲッティを食べました。で、次の写真お願いします。それで、まあ、これはあの、ね、あの皆さんご存知の通り、あのトレビの泉ですよね、うん、そう、でそれでそういうものとかですね、次の写真をお願いします。あのこういうあの遺跡ですね、この近くにあの、まあ、コロッセオもあるんですけれども、こういうあの夜散歩したなとかね、そういうことが、このこれから演奏するレスピーギの、ノクターンを弾くと、わーってこうピアノの周りに出てくるような気持ちがして、とっても嬉しくてやってました。それでですね、あのこういういろいろ夜あの、まあね、あの歩いたりいろいろしてるうちに、私があのピアノをね、あの本格的にやりたいなって思ったきっかけはいろいろあるんですけども、その時に神谷育代先生という先生を紹介されまして、であの、まあ、私が見てあげるから何でもいいから持ってこいっていうふうに言われたんですけども、その時に自分で選んで持ってって先生に聴いていただいた曲がスカルラッティのソナタだったんですね。で、あ、なんか巡り巡ってやっぱりイタリアにこう戻ってこれて、よかった、なんか幸せだなって思って、このスカルラッティのソナタをローマで弾いて皆さんにとても好評いただいたんですけど、その夜にあの先生がお亡くなりになったということを聞いて、まあ、ちょっととてもあの沈んだ気持ちになりましてですね、まあ、あのスカルラッティのソナタも今日はこれから演奏させていただこうと思います。とても綺麗な曲です。で、その次の写真お願いします。でこれはちょっと写りが悪いんですけど、これはね、ローマの美術館で私が今回とってもとっても感激した絵です。カラバッチョの描いたあのエジプトへあの逃げていくそのマリア様とか聖家族の絵なんですけれども、真ん中に天使がいるんですね。で、あのそう、あ、そう、ありがとうございます。それであの、まあ、右側にはマリア様、やっぱりこう疲れてしまって、あのイエス様を抱いて寝落ちてしまうところが本当に可愛らしい、コロンとした、ちょっと全体像戻る、まあいいや、戻らなくても、うん、大丈夫、すいません。あ、そう、なんかちょっと右の方ですごい眠そうにこう首をかしげて寝入ってしまっているマリア様が、とてもなんかこう、ね、あの赤ちゃんのイエス様もとても可愛らしいし、それでヨセフがこう天使に楽譜を持って見せてるんですね。で、この、あの、それでもそれバイオリンを持って天使が弾いてるっていう、この、まあ、羽の描写もまあ素晴らしいんですけど、真ん中にこれを持ってくるっていう構図がすごいなって、やっぱりカラバッチョ素晴らしいなって思ってた、とても感激しました。で、その後レスピーギー、まあ、もう一曲ね、レスピーギーのグレゴリオ聖歌の主題による前奏曲というのを演奏したりするんですけれども、これも偶然なんですが、このマリア様たちがエジプトに逃げるといった場面を使ったグレゴリオ聖歌 の、 あのピアノ版になっておりますので、あの、ね、あのイエス様が生まれた後も生まれる前もいろんな受難を背負って、マリア様はあの勇気を持って生きておられたんだなと、まあ、ちょっといろいろ思ったりするんですが、まあ、ちょっと話が長くなるとねあれですので、それではこれから、レスピーギの作ったノクターン
そして、あ、じゃあれ、あ、すいません、スカルラッティのソナタを演奏して、レスピーノノクタンを演奏し、そして彼の作ったグレゴリオ聖歌によるプレリュード、エジプトへの逃亡ですね、それを3曲続けてお聴きください。